最近暴露 YouTuber ガーシンが人気ですが、ご存知ですか？あ、なんか、みんなに聞きます。あ、ネットやらないのに知ってるんですね。で、そういう芸能人にアテンドする人は昔からいるんですかっていう質問が。アテンドってその女性を紹介したりとか。まあですね、はい。僕らの時はいなかった。僕らのチームはいなかったですけど、うさんくさい人はいるんじゃないですかね。だから僕らも、新人の時代に、六本木には行くなとか。ほう。やっぱ六本木に遊びに行く芸能人って、なんとなくその、怖い人とつながりがあったりとか、そういうのがあって、六本木は行っちゃダメだよとか、下北に行きなさいとかって言われたりする。でも、トンネルズ雨の西麻布とか歌ってるじゃないですか。あの頃は、意外ともうトンネルズと一緒にいれば、そういう、ちょっと怖い人たちがあまり交わるってことはなかったんで、新人の時、素の新人の頃はまだ下北沢ぐらいにしとけみたいな。新人の時に、時々六本木に連れてかれると、なんかその、女の人がいっぱい、いる真ん中に今度は社長みたいなのがいる人がいて、で呼ばれて、金ちゃんのところでやらせてもらってる笠俣ですって言うと、よし、じゃあこれ一致しろとか、なんかそんなのもあったんで、多分そういうのが好きな人たちもいるじゃないですか。確かにいますね、そういう人っていますね。でもそういう人が好きな人の周りの人って、あれ俺たちとそんな収入変わんねえのになっつって、すげえ車乗ってたりとかしたじゃないですか。俺は意外と金ちゃんの周りのスタッフに、あっちを見るなよって、あっちの芸能界を見るなよって、お前は金ちゃんの背中を追っかけてるよって言われたんで、そういう世界もあるのはなんとなくあるだろうなとは思います、ね、そっちに行くとやっぱりなんか、あの人は今になる可能性が強いかなって、なんとなく嗅覚でなんか感じてましたね。あ、確かに、やばい方はいかないっていう、そのやっぱ正統派でちゃんとあり続けるっていうところは大事なんですね。チャンネル登録よろしくお願いします。